はい、皆さんこんにちは、ブルースハーピストの総北です。質問をいただきましたのでそれに答えていこうと思います。どの質問だったかというと、まあ、バンプがどうしても、うまいことできないという質問でした。そういう質問にね、一問一答という形で、答えさせていただきます。ブルースハーモニカっていうのは本当に特別にやり方なんていうのはあんまりなくてですね、とても自由な楽器ですので皆さんが思うようにやってもらえればいいと思いますけども、僕がおすすめしているのはですね、どの楽器でも音を出した後ですね、ピタッとなくならずにそのふわっとちょっと音残ってますよね、残響音というかね、それをまあ利用して、音出してあげるということですね。例えばこのまま今 C のハーモニカなんですけども、これでこう吹きました。吹いて息を止めたら音が止まるんですけども、実はこの中で少し鳴っています。ね、どういうことかというと少し鳴っています。これを感じ取る聞き取るためにこんなことしてみてください。吹いた後すぐにというふうにして耳にこう当ててみてください。吸ってもそうです。はい、すると音出した後でもこう少しリードがブーンって鳴っているのが聞こえると思うんですね。でそれを使ってバンプをしてやるととてもこう、まあ、キレッキレのバンプではないんですけど、切れたらダメなんです。切れてもいいかもしれない、自由なんで、音がねこうグーッとこうドライブ感します。でコツはですね、簡単です。吸いますね、吸います、吸ってすぐ吹きますよ。吹いて上のリードが震えてますんでね、吹いた時すぐに下のリードに、要は上のリードがまだブーンと振動が残っている時に水温を入れ、吸ったリードを入れてやる息をね、で吸ったリードが止めて吹くんではなくて残っている、残っている時に入れてやる。という感じです。では皆さん最後までありがとうございました。またお会いしましょう。バイバーイ。